はい、どうも M コレクションです。今日はですね、最近購入した日用品を紹介していきたいと思います。はい、ではまずダイソーで買ったものを紹介していきたいと思います。こちらですね、ずれにくい食器棚シート。これは洗面台の棚を保護するために買いました。食器棚じゃなくて、ちょっとボロボロになってきたので買いましたね。こういうのってかなり大きいサイズでも売ってるんですけど、このぐらいの幅が使いやすいと思います。で、まあ、クッション性のある発泡したシートでできているので、まあ棚が傷つかないよということで、棚の壁のところにこういう感じで引いて、中にどんものを入れるっていう感じで使っていきたいと思います。はい、そしてダイソーで買ったもの、2つ目がこちらです。抗菌まな板シート。こういう感じで、なんか匂いがつくものとか、そうですね、まな板の汚れ、匂い移りを防ぐって書いてあります。なのでお肉とかネギとかを切るときに使うって感じですね。ペラペラですね。下敷きみたいな感じです。そうそう、最近そのネーブルとか食べるのが多くて、でちょっとした時にすぐさっと使えるまな板が欲しいと思ってたんですよ。でもこのぐらいのサイズ、 B5 ぐらいのサイズのやつが欲しいなと思って100均行ったんですけど、なくって、で、まあ、とりあえずこれ買ってみました。で、そういえばお肉切る時にちょっと同じまな板使いたくないなって前々から思ってたので、まあこれ使えるかなと思って買ってみました。で、ダイソーで買ったもの3つ目がこちらです。頭皮ブラシ、頭皮すっきりシャンプーブラシです。髪の毛が長くて、髪の毛が水に濡れると結構なんだろうな、扱いづらいんですよ。で、自分の指だけだとちょっと結構疲れちゃうんで、こういうの頼ってみようかなと思って買ってみました。で、これ多分ここが外せて洗うことができます。痛い。お、こういう感じですね。これでいろいろ洗えるんです。なんで衛生面もバッチリでしょう。といってもまあ100円なので、ちょっと汚れたら買い替えればいいかなと思います。で、もう一個ですね、これ、これジップロックみたいなバッグです。そんな密封性はないかな。これはなんか旅行とか行くときに水に濡れるものをこの中に入れて持っていこうかなということで、これ買いました。12枚入ってます。ちょっと柄がダサいんですけど、こういうものお試しということで、日常での使用頻度が高いと分かったら、もっと柄こだわって買っていきたいと思います。で、うがいのコップがなかったのでこれ買いました。これも100円均一で買いました。じゃあ次がニトリです。これ買いました。これ何だと思いますか？これ
これはね、これです。コップを、コップを立たせるためのやつで、これはここにも穴が開いてるので、こういう風にも使えるんですよ。こうで壁にこうして、こう、こうもできるんです。すごいね。これ200円ぐらいですね。こんな感じ。はい。そしてニトリで買ったもの、本当はニトリにバスタオル買いに行ったんですけど売り切れてました。このメラミンスポンジも買いました。30個入りです。でこういうのって100均でも売ってるんですよ。ただニトリにあったんでついでに買っちゃおうと思って買っちゃいました。私はもうちょっとこの1回にこの半分の量しか使わないので、カッターで切って使おうかなと思います。でこれ280円で30個入り、1個10円ぐらい、10円ちょい。まあコスパがいいのかどうかは分かりません。100円均一でも売ってましたんで、その辺ちょっと検証した方がいいのかなと思うんですけど、まあ、ついでに買っちゃいました。はい。お菓子です。これ結構登場してくる、これ。仕事中に食べるお菓子。これを大量に買いました。そして家で小腹が空いた時に食べるお菓子。で以前買ったこの入浴剤、入浴剤リピートしました。これも前登場しましたけど、暗いな、暗い気がする。こうか、暗いな、非常に暗い。こう、こう、違う違う。はい、化粧水、前は乳液でした。化粧水リピートしました。はい、じゃあ最後、一応日用品かなと思うんですけども、 D&D ルーカのタンブラーです。こんな感じ。ちょっと紅茶が入ってます。一応密封されてます。ただ熱々のもの、100度に近いものを入れて、ここ口を閉めちゃうとなんかパカって開いてきちゃいますね。なんでこれはこの空のまま会社に持ってって、お湯入れて、ティーパック入れてお湯入れて飲んで空にして帰るみたいな、それはいいのかなと思いますね。ちょっと持ち運ぶにはちょっとなんかこの辺から漏れてくるんじゃないかっていう心配があります。で長年使ってた水筒があるんですけど、それ剥げちゃったので買い替えました。でもこれだとちょっと心もとないので、もう一個買おうかなと思ってます。もっと水筒っぽいものを買おうと思ってます。はい、 D&D ルーカでこちらのタンブラーを買うと、これハリネズミ買うと、こちらのドリンクチケットがついてきます。ただしこれは買った店舗でしか使えません。会社に行ってコーヒーメーカーあるよっていう人はこれでいいかなと思います。はい、
じゃあ今日はこのところでバイバイ。